に触れた僕の指手を合わせた後で君はみくじを引いて最吉の年までともう一度聞き直したり登り詰めたら後は下るしかないと天満宮から菅原道真公が立たれる時に、この後をついていこうと人用にして太宰府まで飛んでいったという梅の話でございます。はい、今でも太宰府では飛び梅が咲き誇っていまして、このぐらいの季節からですね梅を楽しむことができます。でそのお話をちょっと調べておりましたら、菅原道真公が北野天満宮を立たれる時に、ちょうど大事にしていた梅の木と松の木と桜の木に挨拶をして行かれて、そして梅の木が飛び立つと思ったのですが、実は松の木も私もついていくと飛び立ったという、あ、松も飛び立ったんだ、だけどその松は神戸の板淀までしか飛ぶことができなかったという、そういうお話を読みまして、そうか、松は結局はついていくことができなかったのか、さぞや悔しかったんだろうなと思い、作った曲が、次に歌います飛び松という私の三谷さゆが作った曲でございます。それでは
行かないで行かないで心が叫びでも届かぬ想いはいかぬ海の彼方に。そっちの理由ではめときたんですよね。夏の暑い時にはもうおそらく気兼ねなく外せるようになっていくんだなとちょっと楽しみにはしております。それではそんな頑張ってくれた医療関係者の方に捧げる曲を海の彼方で今まさに誰かが痛んでいる。まだ飛べない雛たちみたいに僕はこの非力を嘆いて「急げ悲しみ」
羅針盤になれ、まだ飛べない日向地みたいに、僕はこの悲劇を嘆いて、
客席の客席の、はい、今はコロナだからしょうがないんです。そうなんですね、なんか開けなきゃならなかった。全員で大合唱するような曲をね、いいですねまだもうちょっとダメなんですよね、いろんな意味でね、いろんな意味でね、はい、そのうちです、そのうちです、頑張ります。それでは、私の新曲を、はい、最近仕上がった曲でございます。構想二十数年はい、かつて私はちょっと東京にね、まだバブルの頃ですよ、30年ぐらい前のバブルの東京に出稼ぎに行って、まだ夢を持った、夢を追う若者だった頃の、心境を歌にしてみました結局何もなく京都で歌っているわけなんですけど、まあそういう人生もいいかなと思います。20代の若者の心境、家に帰ろうという曲です。日が暮れてきたから家に帰ろう、コンビニでおでんを買って夕食にしよう、この街の暮らしにもだいぶ慣れたよ、名前は知らないけど友達もいる、一日がこんなに長いと感じたのは何年ぶりだろう、
見てなんで歌わせていただいております。はい、先月から始まっております。トカトカで鬼松の夜ということです。毎月いろんなゲストを、今回いたしましてやっておるわけなんでございますけど、まだ2回目ですけど、毎回来て全然違う、いろんな方を聞けるので楽しんでいただけると思います。もちろんね、お目当てのアーティストさんを応援していただいて、次また来てみようかなと思っていただけたら、また全然違う雰囲気で楽しんでいただけます。フラッと来ていただいても意外な発見が、掘り出し物が、また麦松も毎回同じ歌は歌ってないですからね、いろいろ、はい、手返しながらでございまして、そうですね。で続いて案内します曲がですね、先月ゲストで出ていただきました、はいはい、橋本さとしさんという方の、はい、叫ぶライブハウス店主シリーズのパート1で橋本さとしさん、そうですね、奈良のビールという店の、はい、店長さんでいらっしゃいました。今日もね、店長さんをお呼びしてくれて、はい、第2弾でございますね。ではどうぞ橋本さとしさんの曲を先月は成長でしたね、店長オリジナルを、本人が歌う曲でしたね。はい、では麦松バージョンのカバーでございます。はい、ヤポーリューカの青い空というね、ウクライナ戦争をテーマにした舞台曲でございますけど、はい、とても気に入って私、はい、ぜひこうカバーさせてくれってお願いしました。歌わせてもらっております。ウクライナというかね、その麦畑の広がる風景、そんな感じのイメージで。では世界平和を願いつつ歌いたいと思います。ヤコリコの青い空。You.
コルから青木さん。本日は、ゲストにお迎えしておりますのが2番手は羽賀栄治さん、松本君の憧れの後輩、憧れの後輩たくさんいますけど、憧れの後輩だ、高校の後輩なんですね。そして、ラストから出ていただきますのはこちらも叫ぶ店長テルマンたちかまさまでございます。先月より叫ぶ、叫ぶようないやいや楽しみでございます。どんなに熱いステージを繰り広げていただけますやら。では麦松最後の曲となります。この曲は実は麦谷が最近仕上げました新曲でございます。私の実話でございます。吹奏楽部の先輩、3つ年上の先輩なんですけど、まあ、時はもう10年前にはなるんですが、亡くなってしまったんですが、その先輩が亡くなった日っていうのは東京スカイツリーの開業の日なんですね。なので、まあ、しかも背の高い、もう見上げるような背の高い方だったので、その東京スカイツリーとその先輩のことを思い出に歌にしたいと思って仕上げました。では最後タイトルそのまま東京スカイツリーでございます。本日は皆さんありがとうございました。この後ずっとゆっくりしていってくださいね。はい、では新曲ちょっとポジションはい、いただきますよ。はい、背の高いあなたを見上げ
青い空と面影浮かぶ白い雲を追いかけ会いたいでもまだ会いに行かないよ私音楽続けていくのここでずっと音楽続けていくのここで